アメリカ合衆国大統領代行は、アメリカ合衆国大統領が一時的に職務を遂行することができなくなった時に、一時的にその職務を代行する個人である。大統領でないが、大統領の代わりに権限を行使することができる。決められた順番があり、現職大統領が4年の任期中に職務遂行能力を失ったり、死亡、辞任、免職された場合、次期大統領が、 就任式までに選出されなかった場合、あるいは資格を失った場合はその順位に従って大統領の職務を遂行する。この職能はアメリカ合衆国憲法第2条第1節第6項修正20条修正25条に規定されており、副大統領のみその役職名が大統領継承者として言及されている。議会は第2条の継承条項により、 副大統領が継承することができない場合に、どの役職者が継承するか指定することができるが、今までその事態は起きていない。現行の大統領継承法は1947年に制定され、最後に改定されたのは2006年である。継承順位は、副大統領、会議長、上院仮議長、そして国務長官をはじめとする内閣の一員である、 アメリカ合衆国連邦行政部の長の順。大統領が死亡し、辞任し、または免職された場合、副大統領が自動的に大統領に昇格する。同様に、大統領当選者が就任前に死亡するか、就任を拒否した場合、副大統領当選者が就任式の日に大統領となる。また、副大統領は、大統領が一時的に職務を遂行できなくなった。 際は大統領代行となるが大統領と副大統領が共に空席となった場合法的継承者は大統領とはならず大統領の職務を遂行するのみである現在までに二人の副大統領が大統領代行となったが継承順位がそれより下の者が大統領の職を遂行したことはない大統領代行に求められる資格は大統領と同じであり憲法を 第2条第1節第5項に3つ定められている。アメリカ合衆国生まれのアメリカ合衆国市民であり、就任時に35歳以上であり、14年以上アメリカ合衆国に居住していることである。これらの要件を満たしていても、下記のいずれかに該当する者は憲法上資格を失う。大統領代行は、その代行期間中、 大統領の持つすべての権限と義務を有するが、大統領そのものには就任せず、あくまで大統領の代行としてのみ機能する。代行期間は合衆国大統領が書面で、大統領代行がもはや職務を遂行する必要がなくなったと宣言するまで続く。1841年4月5日、ウィリアム・ハリソンの死をアメリカ合衆国国務省主席事務官。 ダニエル・フレッチャー・ウェブスターから知らされるジョン・タイラー1841年4月4日、就任後わずか1ヶ月で、ウィリアム・ハリソンが死去した。その死後、大統領権限継承の規定の曖昧さをめぐって、牽制の危機が続いた。在任中に死去した初の大統領となった、ハリソンの死後間もなく、内閣は、会合を開き、副大統領であったジョン・タイラーが、大統領代行を務める、 副大統領として、大統領の職を引き継ぐことを決定した。しかし、タイラーはこの肩書を受け入れず、合衆国憲法が自身に無条件、無資格の大統領権限を与えたと主張し、大統領として宣誓を行い、これは大統領死去の際の権限以降の先例となった。にもかかわらず、例えば大議士で元大統領のジョン・クインシー、アダムズなど、議会の複数のメンバーは、 タイラーは一時的な大統領代行に過ぎないか、副大統領のままでいるべきと考えた。ヘンリー・クレイ議員はタイラーは副大統領であり、その大統領職務は単なる、殺傷であるとみなした。タイラーは一貫して、自身が大統領としての地位を持ち、大統領の全権限を行使できると主張した。この1841年の宣令は、その後、 修正25条第一節が制定される前に、現職大統領が死去した7回にわたって、踏襲された。大統領が死亡した、際の継承に関する宣令ができた後も、イノビリティに関する疑問は解消されないままだった。イノビリティとは何か誰がその有無を決定するのかその倍副大統領は、残りの任期に大統領になるのかあるいは単に大統領として、 職務を遂行するにとどまるのか。これらが明確でなかったために、後の副大統領は、大統領が職務遂行能力を失ったとき、権限を主張するのを躊躇した。特に2回、大統領が職務を遂行できないと宣言する規定が憲法にないことで、行政運営が妨げられた。第89会議会により提案され、 その後1967年に州により批准された修正25条は職務遂行能力欠如の基準やその場合の継承についての手続きを明確化した。大統領が自主的に副大統領に権限を上とすることを認めた第三節は二人の大統領により3回適用された。ありがとうございます。